え、待って、ちょっと勇気出ないな。本当に、ちょっと怖いな。その、できるっていうのは、だから何かに触れてないかっていう。あ、触れてない、触れてない。触れてはない。絶対触れてない。触れてるのはうんちにだけ。<laughs> いや、かまいにない。<laughs> 物理的にね、触れますから。大丈夫な感じ。これさ、うん、もう本当に、変なお願いしてるのはもちろんわかるんですけど、検査一緒食いませんバカ <laughs> なんでよ後輩の子供の。自分の子供でも思わんかったのを、なんで後輩の子供で俺がやる場合、はい、ペロって。なるか <laughs> これ、普通に病気とかどうなんすかねでもその、新生児だから、はいね、いわゆる大腸菌とかなんかそういうのとかどうなんすか<ー>一応、一応調べてみようかな。<laughs> 絶対少なからず、いますよね まあ世界中には誰かいるんじゃない絶対。うんうんうん、うん。下手したらそんな儀式とかありそうだし。どっかの,<ー>っかの国では。はいは。いはいはい。あの舐めるまで行かなくても、それをどっかに塗るとか。ああああなんかありそうさああああああ。確かにありそうですね。うん で、まあその子供の話から派生する話題と言いますか。うん、だからやっぱり3時間に1回今はね、起こされるわけですよ。まあまあんうなな、ういうこと。使えたり、見るから、みんなが通る道,道ですから。えー、それはまあ苦ではないんですけど、うんえー、そうなるとですね、まあ冒頭の帰ったらすぐ寝たいっていう話につながるんですけど、はいはい、もう隙間時間はもうなるべく寝てたいんですよね。うんうん だから、その無駄な行動をいかに削るかっていう今生活になっていて、もう、まあちょっとだらしないですけど、ご飯とかももうキッチンで立って食って、パッて皿洗いして、とか、やってるんですけど、となるとですね、ブラックリストも,はもうほぼ見てないですね。いいよ、ブラックリストはもう、今は。ブラックリストがね、まあその見てない理由の、 9割は、えー、だから生活リズムがだいぶ変わった。子供中心の生活リズムっていうのもそうですけど、残り1割がですね、かなりマンネリ化しても結構きつい。その時期来たシーズン5まで行ってるので。マンネリの時期。あれこれ、シーズン1と、ほぼ一緒じゃないやってることっていう。マンネリきたマンネリ。えぐと思って。まだ絵は来てないでしょ ええは来てないま,まだ。でも、でもその時期をマンネリしてから。うん。あの、ケイトが、えー、っと、うん、リズニーに、う,う,ね、うん。えー、っと、骨を送ったじゃないですか。<laughs> トム宛にね。<laughs> はい。で、トムが引き取って、で、引き取ろうとしたところを、えー、調べてた医者とかが殺されたりとか、そういうのがあって、その流れで、えー、トムに骨が渡ろうとしているっていうのが、 えー、レイモンのレディントンに知れ渡って、うん、的なところですよ。はいはい、そっからもうね。あいつはすごい情報だよなうん。すぐなんでも分かっちゃう。もうす、もうそまあだから、裏テーマとしてそういうストーリーは進んでるのは面白いですけど、メインテーマとしては、まあ引き続きね、ブラックリストに載っている人たちを FBI に情報を流して捕まえるっていう、はいうん、本当にシーズン1とほぼ一緒。うん。うん でも、基本はまあ、それいいそれがきつくてね。うん、だ俺も悩んだもん。ああ<ー>。ちょっと時間一つ。はい,はい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 。ブラックリストの話したらコメント動かんて。いやでも、あの、僕がうんちくぐらいからみんな止まりましたよ。<笑><笑>やっぱり、その、少数派だなっていうのがちゃんとわかりました。 はい。いや、でもね、その、今週木曜日に、え、あのー、5 0 0 h アワーがオンエアされますから、そ,<う>それの反応を見てからかな。まあ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 、でも、僕が頭おかしいのかの。まあおかしいよ。絶対。俺、こう、本当にあるあるだと思ってました。<laughs> 絶対。<laughs> マジか。本気に結構強、母乳を飲みたいとか、うん、その、 親戚ぐらいの立ち位置だと思ってました。いや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 そんなもん。とか、<う>あの、哺乳瓶でミルク飲んでみたいとか。それはなかったな。飲んでみたいと思わなかった。ええー。どんな感じなんだろうっていう。ああ、うん。もうこれはね、絶対殺されますけど、哺乳人、哺乳瓶に、に哺乳瓶に、<laughs> ちょっとビール入れて飲んでみたいなっていうのはあ,あ、でもそういうなんかバーみたいなのあるはい,はい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 。そういう人向けのね。うん。だからそれ、あくまで性癖ではないです。うんうん。これはもう知的好奇心ですね。はいはい。どんな感じで赤ちゃんは、その、飲んでるんだろう哺乳瓶でとか。pH、うん、ちょっとしか出てこないような。うん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 。今だって 60ml を、あのー、飲んでもらってますけど、あのー、あそ赤ちゃんにミルク。うん、めっちゃ時間か,かりますよ。だからこれが、はい。 たとえ百200ミリ作ったりとかして、ね、なるんすもんね。速攻なくなる時期が来るわけ。いやーすごいね。200ミリリットルって、ね、結構っすよね。それを自分の手で持つようになり。うわー。あその時可愛いよなえ自分で持って,出てくる飲むっていう。で、その自分の手で持って飲んだミルクが時を経てうんちになったら、愛おしくないですか <laughs> なるか ええー、俺結構ショックだな、これ。<laughs> いやいや、ないって、そんな。これで、あのー、まあ、だいぶ先の話になりますけど、もしね、カイリが、うん、ま、今はそんな雰囲気一切ないですけど、うん、ま、いい出会いがあって、はいはい、結婚して、ええー、まあ、 あの、子供がね、仮にできたとして、うん、ええー、生まれてきたら、うん、全く同じこと思うと思う。帰りは。いやー、思わないって、帰りは。りょうとは思わないでしょりょうとは絶対思う。帰りと森光さんは、自分の子供のうんちちょっと舐めてみたいなって思う人だとああ森光は若干あるかもしれない。あるでしょうなあ、なんか雰囲気。うん。帰りはよ、ないわ。ないっすかで、俺これー、万が一あったとしても、あいつは喋らん。 ああ、密かに食ってるってこと人目を気にして。一万九十どこにも誰にも何も言わない。ももない森光さんは、なんかありそうじゃないですか。森光なんか、うん、なんか。で、金城さんも、俺、いや、金城さんはないよ。あーいや、ないわ、ないわ。あ,<ー>あるとしたら、将平かな。 いやー、そうかうーん。あいつも言わないと思うけどよ。あ、いや、翔平さん言うと思いますよ。嘘。言いそう。あの、多分時間を置いてしか言わない。何年かある。あー、もう子供が大きくなって。そうそうはいはいはい。なるほどね。あいやなんかバチバチの時に聞いてみたら。あそうっすね。うん、お客さんのえ…んえ、まず、 僕、この話を、いろんなところでやっていきたいんですけど、結構引かれます <laughs> 引くんじゃない結構やばい話してます。僕、前もって言っときますけど、どんなに綺麗な女性でも、その人のうんち食べたいなとは思わないです。はい。<そこ S 2> 性癖ではないってこと、ね、性癖ではないっていうのだけはあります。うん、はい。自分の子供だから。じゃ、逆にそういう性癖の人はどう思うのかな 赤ちゃんの。うん、ああ<ー>。自分の子の。いや、もちろんですけど、ね、自分の子供に対してそういう気持ちってもう、湧くわけがないじゃないですか。あまあ、性的な。うん<ー>。ああ、ああ、ああ。じゃあ、ないのか。相当やばいこと言ってます。<laughs> 今,今自分で、自分の子供に、そういうの湧くわけないじゃないですかって。湧 <laughs> いてるんで、お前は。僕相当やばいこと言ってます。 そんな、え、だから、ライブでも言いたいんですよ。言っていいんじゃない惹かれますかね惹かれる。いや、でもなーけど俺は言ってほしい。中地には。バチバチで言います。言って。で、バチバチで言う前に明日ちゃんと、一ペロをしてほしい。<laughs> 動画。動画、責任持ってケンさん見てくださいよ。見る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 。絶対見る。はい、はい。ちょっとこの一週間、でも、だから、奥さんが見てない、はい、かつ、 ええ、まあそのタイミングで、子供がうんちしてたら、動画回して、はい。ね、嫁さんが風呂入ってる間とか。はい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 。なんかちょっと出かけてる間とか。そうですね、買い出し行ってる時とか。はい。その月にちょっと。はい。1ペロ。1ペロははい。してほしいな。そうですね。うん。ちょっと、あの、まあ、レポを取るので、音として。 そうね。はい。うん、で、もう一度、えー、改めて、俯瞰で考えてみて、うん、僕がやっていることは、その、<laughs> のラジオ、まあ、コミュニティとはいえ、このラジオを通して、より、<laughs> <laughs> あの、放っていいものなのかっていうの、ちゃんと考えます。<laughs> はい。<laughs> でも、<laughs> とりあえず、まあ、検査には動画を送ります。 ちょっと待ってます。は <laughs> <laughs> れ、廃墟の亡霊が <laughs> 誰も。ギナは誰もいるはずの前、奥から。<laughs> 普天間基地横で。えー やっぱ違うんだ。ちょっと感覚はずれてるのかな。まあでも、それぐらい、一応今はまだ、あの、楽しいですね。あの、一日一日が。あの、ミルク飲ましたりとか、あの、お風呂入れたりとか。ちゃんと起きてるんだな、3時間おきに。うん、とりあえず起きてはいます。二人で起きてるのえっと、最初に奥さんが起きますね。遅れて僕が起きて。だから、その時に二人起きてるんだ。 あ,あ、そうです、そうです。で、えー、やることあるって聞いて、いや、今は大丈夫、ええって言われたらもそのまますぐ寝て。泣きやまないんだったら抱っこしたり、ええうん。まあ今母乳とミルク両方あげてるんで。ええ、母乳がね、飲むのにすごい時間かかるんで。ああ、そうだね。あ<ー>で、飲みながら寝たりするかな、ね。そうなんですよ。<ー>平気で1時間とかかかるんで<ー>、うん。そのタイミングで起きても、結果やることはないんですよね。あ 母乳あげてる最中だったら、なおさら。だからだから家にいるときは、なるべく国ん休ませる。あ,あそうですね。ああもう基本。うん、基本僕が全部やるようにしてますね。家事とか。はい。目もそうですけど。うん、ご飯作ったりとか。お,<ー>お前からでもご飯作ってたのご飯はそうですね。うん 本当にあんまりご飯を作ってくれる、あんまりなくて。ま、たまに作っていただけるんですけど。離乳食とか作るのかなああ、だから、でも、あの、それ用で、あの、圧力鍋もらったんで。それ用で早くね。いや、だから圧力鍋はね、別に大人になっても使えるんで、あの、プレゼントしていただきましたけど。だから、離乳食とか作れるからいいんじゃないあの、23年の年越しそば。 だから、もらった圧力鍋で、早期につけて、食べましたよ。それ、早期、早期以外は、あ、三枚肉か。三枚肉以外は全部既製品ですけど。麺とスープ買って。三枚肉だけ手作り。圧力鍋で。うん。珍しいタイプだと思いますけど。普通逆だと思う逆ですよね。うん。ええまあそんな感じで、はい。え過ごしてます、最近は。 いやあ、でもなんか違うんねって、うん、パパトークするとは思わんかったな。意味わからないですよね。うんあー。まあ、生まれて、えー、生まれてから4日間はね、あのー、まあ、子供も奥さんも病院にいるっていうことで、うん、ーえー、もうしこったま酒を飲まさせていただきましたけども。優れなくてだ、お前な、ね。日中はもちろんね、あの、病院で<ー>、えー、面会して、面会時間っていうのが決まってるので。で、夜はもう、 することないので。ひどいよな、お前。10時半に生まれましたって連絡来て。はい。今から飲みに行きましょうってうん。やっぱこっちはもうテンション上がってますからね。いや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 。じゃじゃ。違う違う追い出されるんですよ。じゃ、わかるけど。はい。わかるけどさ。よーしっていう。ちょっとテンション高くなってる。<laughs> はい。よーしっていう気持ちで、帰っても、 うろうろしてるだけど、不審者になりますから。<laughs> で、別に、わ、悪いことでんでもない、ね。悪いことでもんでもないけど。だから、えっと、1ヶ月、2ヶ月いかないぶりぐらいに、えー、お酒のこたま飲みまして、えー、やっぱ、結構空いてたっていうのもあるので、すぐペロンペロンになって、まあ だって二日目なんて飲まんかったもん,あんまな。全然飲めない。まあ結局四日ぐらい連続で飲めたんですけど。うん、初日がきつかったっすね。は <laughs> や読んどいて。いや、だから、その、ペースを忘れてるんで、ねうん、もう、ね、でもそんなにベロンベロンじゃなかったんじゃないではなかったんですけど、単純に気持ちが悪い。ああ、なるほどね。おしっこしながら、 あもう、もう、もう、本当にずっとなんか汚い話でごめんなさいみたいな久しぶりの酒でも、もすごい <laughs>、すごい気持ち悪くなって。おしっこしながら、うぇっ,って、ちんちんに言ってかか、<laughs> えー、やばいマジでやばいもうまた廃墟の幽霊出る嫌だ うなのなんか、こっちうなでしたっけき穴。気のなんか、市伝説になりそうですね。その、ちょっと出る、そのね、リバースもなんか、愛おしく感じましたね。しい。あ、これだ。やっぱずれてるんだろうな。あ、久しぶり。リバースを愛おしく思えるから、気持ちいいっていうわけではないですよ。でもさ、気持ち悪いし。気持ちいと思ってるんでしょあ、これこれっていう。愛おしいと思ったことない。あ、懐かしいっていう。うーん、思ったことない。 うんちょっと愛情表現が、あーまあ、うんますうす気づいてましたけど、気持ち悪いのかもしれないですね。<laughs> うすうす気づいてたんだ。うすうす気づいてて、奥さんとの、ね、あのコミュニケーションで、うん、その、あのおならとかを、はいはい、あの直で嗅がさせていただきたいんですよね。<laughs> 奥さんの、ね、はい。 もうすごい嫌がられて。<laughs> そりゃそうだろよ。そりゃそうだろよ。で、その、直接、本当はね、うん、直接お鼻をつけて。お尻に。はい。で、もう、直で行きたい。たいんですよ。うん、本当に気持ちが悪いって言われて。うん、でもしダメだったら、<laughs> そのな、まずなんでなんかね、好きな人の、うん 何かを多分、体内に入れたいんでしょうね。とりあえず。そりゃ繋がるな。息子のうんちを舐めて繋がるような。体内に入れたいんでしょうね。なんだまや、そ <laughs> <laughs> れ。あれあれ一括でよや。ご <laughs> めんなさいほんとそうですよ、うん えっとー、四十。4分止まってることないよ。6分ですので。コメント。おやおや、もうじゃあ、こっからちゃんと明るい話しましょうか。うん。<laughs> 明るい話特にねえなー。<laughs> 俺。なんでよ、や。なんかあるかな。あ、あのー、告知というか、うん、えっとー、まあ、ちょっと最近、あのー、ハマってるのが、<お>まあ、とりあえず1日1ネタ。 ああ。を、えっと、インスタとティックトックに投稿するように。はい。ええ、心がけてます。はい。ええ、ま、再生数を見る限り、あの、かなり滑ってるっていうのは。まあまあまあ面白くないけど、でもそれは。あちょっと、あの、髪の毛が。髪の毛がいれは続けた方がいいと思う。面白くない。あそれいらない、それ。全然。それいらたまにいい数字取る時もあるから。うん。うん。うん。数字出て。 苦しいわー。ああ、いや、むずい。あの、ラジオパーソナリティのやつだか滑ってたけど、別にいや。でも、あんなのは上げ続けるのがまあね。滑ってるとかもう気にするな。るいや、基本、基本自分でも滑ってるなっていう感覚はありますよ、うん。まあ、それはもうそ、それはもちろんありますよ。ただ,だよ。一応プロだよただ。ただ、やっぱりその、 tiktok, インスタ、Inst、a まあ、SNS に上げるんだったら SN、SNS に向いている動画を上げたいっていうことですよ。うんうん、いいと思う。舞台上でやるネタではかなり弱いですけど、ね、SNS だったらこういう系統の方がいいんじゃないかっていうのを、まあ、自分なりに考えてやってて、ね。いいと思う。俺は、いいと思う。あの、最初のコールセンターばっかりじゃないやつはいはい,はいはいはい。いいと思う。どんどん変えてきて。 受けてはないけど、全然俺はこれ。ああ素敵だと思う。俺、中地偉いな。ん中地が動画上げるたびに中地が動画上げましたって通知来るから、俺。ちゃんと。<laughs> <laughs> いや、<の>でも、だから、その、これでいいんだっていう、なんかこれ、めっちゃ面白くないけどなって、自分でも思うにも関わらず伸びたりとか。だって でバズっっってててるのの何が面白いかって思うのとかあるさまあ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 、そうです、ね、そ誰に響くかわからなん。それはもう続けること、ああ滑り続けることが大事よ。<laughs> 動画あず、上げ続けることが大事から、滑り続けることが大事。話変わってますからね。大事大事<あ>。いいと思う。ちょっと良ければ、ええー、本当に短い動画ですので、うん、TikTok か Instagram、うん、えー、覗いていただければ。見てほしい、はい、俺は。うん、みんなに。 あの、面白くないです。ほんとにもう。面白くないです。マジで。うん。でも、見てほしい。ぜひ、頑張って撮ってはいるので。元気になると思う、俺みんな。中地こんなのしか開けてない。中地は。中地は。こんなクオリティでも。パパになってあ、でも、パパっていう、フィルターは通していただきたい。ほら。ほらってにうん。あの、ま、あそうね。出しにしてますね。ほらほらほら。 フィルター通そうか通さない。いや、通さないでほしいな。なんか、その辺は、なんか、家庭感を出し,しすぎるのは、なんか芸人としてどうなのかなっていう。ええ、うん、それはもう芸風ですからね。そういう話だ、マジで。芸風ですから、しょうがないですけど。ですから、うん。キャラクターとしてね。どういう芸風うん。なんか、どこまで、なんかね、 家庭感を出そうか、みたいな。ね、一切出さない方もいらっしゃるじゃないですか。シンゴさんとか、アキラさんとか、えーうん。あれもあれでいいですし、えー、もうギャンギャンに出す、まあ、ケンさんもそうですし、中澤さんとかもよくずっと、長女の話してますし、えー、金城さんもそうですし、えー、いろんな方々とそうですけど、だからそのバランス難しいなーっていうのが。まあなー,あー。まあ言うて僕もね、 あの結構彼女の話とか。だからもうやってたからなやってるんで。多分家庭の話するだろうな。あ<ー>だし、家庭での出来事しかネタがなくなってくるから。まあそうなんですよね。うん。えー、さんも一緒に TikTok で滑りましょうよ。あ、俺もう滑ってる。<laughs> <laughs> き、きついなぁ、今日。滑ってる。あきついなそんなことないですよ。何やり、でもどう、 なんだろう動画が上げれないわけ、俺。怖うわ、きつー怖ー怖っ、急なの、急なのお化けが。怖って言ってからさ、これさ、後でさ、見た人がさ、キャンさんの手の奥にさ、なんか、ひそかみたいなトランプの出し方しよっか、今。画面見られてる方にしかね、伝わらないと思いますけど。うん カラスの向こうにとかあったら怖いよ。いや、きついわ。本当にコメント動かんぜ、お前。うわぁ。こんばんは。こんばんは、じゃないよ。さっ作業終わったんですかね。ある程度終わった。ああ、よかったです。お疲れ様です。まだまだ。まだまだ。今月いっぱいかかるんすかいやー。まだまだね。1ヶ月終わればでも早い方だけどね。うーん。午前中は今どうなってるんすかおやすみです。 あ、もう完全に。<ー>えー、夕方6時から。えー。いや、だからよくできてますよね。本当には。うん。生放送自体が。だって、後ろ、なんもないもんな。なんもないですからね。キャタツしかないもんな。本当になんもないですからね。<laughs> えー。まぁ、あ、ちょっと話しとれましたが、えー、ぜひ TikTok を見ていただきたいっていうのと、うんえー、もう、もう終わりか。 あと1分。あと1分。あと一分。えー、FEC お笑い劇場が、今週日曜日、3時半から、かなちホールであります。ちょっと僕はいないんですけども、ケさんが。あ、僕、はい。ちょっと別件でいないんですけども。頑張ります。ぜひ、見に来てください。お待ちしております。ということで、この時間、けんさんに来ていただきました。お届けしたのは、中ちゃんです。ありがとうございました。あいあっちの時間ずー出てます。んモニター。 モニターあ、こっちにズレてないやん。ごめんね、ちょっと見にくかった。あ、いえいえいえ。ありがとうございました。ありがとうございました。あたこそちゃんと聞いてたんだ。だから、30分ぐらいコメント動いてないだろ。<laughs> <laughs> <laughs> 申し訳ない、汚い話ばっかりで今日は。いや、でも面白かったよ。俺は、信じてるじゃなかった。え信じてる、うん、あ、うんち。 何かやってくれると信じてますよバズるかなバズるか叩かれるか叩かれるかはわからんけど、引かれはする。引かれますよね絶対。これからの時代はホワイト社会らしい。ムンクの叫びが面白かった。ムンクっていうか、キウナの叫びね。キウナの廃墟の叫び。 ええ2月24、新ネタチソネえ中チソネ主催のお笑いライブがあります。お滑るやつええおそらく。ええ、滑るなそこは。一応頑張ります。ゲストも出るでしょゲストが金ぴらさんとカシスさん。あ、カシスオレンジはい。吉本の。はい。を予定しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。あ翌日、翌々日か。翌日。 翌々日はバチバチ。あ、翌々日。翌日、は港さんの単独。もう、ほぼ、オーソールドアウトぐらいの状態らしいですかね。ぜひ、見に来ていただければと思います。うん。はい。バチバチね。うん。いいね。バチバチ、新ネタチ、それ。で、僕、その火曜日は、コザでスタンダップコメディライブが。あ、そうなの俺、代わりこっち行く。いや、終わりで来ますあ、来るはい。あ、なんだ ハンサム、金城さんも出ますよ。だからね。うん。めっちゃ楽しみ。沖縄市でな。はい。麦工なんだ、麦工房だ。なんだっけあの、小座爆酒工房。爆酒工房。ああ。熱いビールをしよう。らしいっすね。うわぁ。飲めないら飲みながら。まあでも、お持ち帰りできますよね。おそらく瓶とか。でもやっぱ、瓶で持ち帰れる、その、まだ女がおない。えぇ。徒歩絶対。 沖縄市からここまで、ね、ああ、そうなんだ。一杯でお腹いいっぱいするえー、えー。ガンガン飲めるビールじゃないですか。はい,はいはい。強めの味の。美味しくて杯とか飲んだパパンンえー、えー、キャンさんがそう言うんだったら相当っすね。酔っ払うんじじ。えー、えー。送ろうか。いますか改良はしないもんね。これ <laughs> <laughs> いや俺、沖縄市置き去りは、マジ怖いっすよ。やっぱ、土地感なさすぎるのと、やっぱ、イメージがね、夜の沖縄市やっぱ怖いんで。あ、でもそうか、キャンさん。外人いっぱいいるよ。ねえ。ハイファイブハイファイブね。ハイタッチのこと。うぅぅあぅぅ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 。よ、陽気な街だな来週火曜日も陽気な街。えー、引き続き生放送ありますので、ぜひ。 聞いてください。<っ>ツイキャス YouTube 配信の方も、えー、終了したいと思いまーす。おやすみなさい。